こんにちは、ゆるのりです。いや、見てきましたよ、新型フリード。まあ、前回僕ね、新型フリードのエクステリアデザイン酷評したんですけども、やっぱり気になってんですよ。だってね、昨年までね、現行フリード乗ってましたしね、たくさんの動画上げてきましたから、やっぱりね、新型も気になってるし、あわよくばね、申し込んじゃおうかななんて思ってるぐらいなんですけども、まあとりあえず見てこないとね、いけないと思って、ララポート、新三郷っていうところまでね、わざわざ行ってきました。そこが一番近かったんだね、僕の住んでる神奈川県から。いや、何がね、でもびっくりしたかっていうとね、この人ですよ。この人にね、まずびっくりした、本当に。ディズニーランドですかって思った、本当に。みんなこれね、新型フリード見に来たね、ご家族とかなんですよ。で、乗り込むためにね、これ、列なしてんですよね、これね。外をね、眺めるだけならいいんですけど、乗り込んでいろいろね、触りたい方はですね、これ並んでんですよ、これ。エアーの方もクロスターの方もこうやって。多分これ30分以上待つんじゃないですかね。人より何分なのかわかんないですけど。なんで僕はね、ちょっとね、並ばなかったんですよね。もうどこを映しても人ばっかりだからね、簡単に、動画を撮ってきて帰ってきたわけですけども、いやー、これはびっくりしましたね。やっぱりよっぽどフリードをね、楽しみに待ってたね方多いんだなって本当改めて思いました。これはね、もう相当売れますね、これね。まずね、エアーの方から見ましたけど、やっぱりね、ほんとステップワゴンをね、背低くして途中で切ったような感じのデザインですね。本当にシンプルプレーンって感じですね。ライト周りはね、ちょっとね、個性的ですけどね。この色は特にステップワゴンのエアーって感じですよね。このライトがね、面白いですけどね。ホイールもね、なかなか、かっこいいですね。タイヤは横浜のブルーアース履いてたかな。横浜でブルーアース履いてましたね。いや、どこを撮ってもね、人ばっかりなんでね、下の方ばっかり映してますね。結構この辺が寂しいんで、やっぱりバンパーつけたくなりますよね。文言のバンパーね、あれつけるとかっこいいですよね、確かにね。もうあれが20万ぐらいするのかな、フォグランプと一緒になってね。この辺のランプも形状もね、面白いですけどね。基本的には直線基調でね、シンプル路線ですよね。内装もほんとリビングにいるような感じのね、ぬくもりのあるようなね、温かい感じの内装ですね、エアはね。いやー、人でしたよ。はい、クロスターね。クロスターの方も見ましたけど、これはベージュのやつですね。サンドベージュっていうのかな。結構ね、いろんなアクセサリーパーツがついてて、ちょっとどこがね、アクセサリーパーツなのかちょっとよくわかんなかったんですけど、いろいろついてますね、これ多分。ちょっと先行展示の時は、そのままのやつを置いてもらった方が消費者のためにはなるかなと思いましたけど、なかなか内装はね、僕クロスターの方が好きかなと思いましたね。ちょっとグリーンっぽいんですけどね、いろんなとこが。なんかこういうね、面白いですよね、これね。この、シートの色合いがいいなと思ってね、この黒とね、カーキのね、コンビネーション。このシートバックテーブルは後付けですね、きっとね。このホイールとかもあれかな？後から付けたやつかな？ちょっとわかんないな。なかなかね、僕はクロスターの方がエクステリアとか内装もいいかなと思いますけどね。ちょっとお高くなっちゃいますよね。フリードってね、ちょっとね、床が高いような感じなんですよね。体育座りするような形ですね。男の人が座るとね、足が持ち上がるような感じにしますね。いやー、これね、途切れることなかったですね。僕が行ったのは10時過ぎなんですけど、最初だけかなと思ったんですけども、ずーっとこんな感じでしたね。やっぱりこれはね、フリードこれね、相当申し込まれてますよ、これ。この土日で。で、明日5月13日にオーダーが一斉に流れるそうなんですけども、相当納期伸びてきますね。納期聞いてみたら、今のところ3ヶ月ぐらいとか言ってましたけど、もうすごい勢いで伸びていくでしょうって言ってましたね。もう1日ずれるだけで、もう相当伸びちゃうかもしれないとか言ってましたね。だから、お急ぎくださいみたいなこと言ってましたね。
で、いろいろね、僕気になることがあったんで聞いたんですよ、スタッフに。でもね、全然わかんないんですよ、スタッフが。あの、スタッフでもね、あの、本当に、うん、アルバイトみたいな方のスタッフは全然わかんないし、営業の方、販売の方はもう忙しくてね、全然落ち着いて聞けないんですよ。申し込み殺到してて。まあ、ちょっとね、空いたところを聞いてみたんですけど、まず聞いたのは納期と、あとあの、ブレーキホールドにメモリー機能があるか、ないかですね。僕これがすごい気になってたんで、これがあるようだったら本気で考えたいなと思ってたんですよ。今、新型エンドボックス乗ってるんですけど、そっちにはブレーキホールドのメモリー機能がないんで、あれがあると全然違うんで、あるかないか聞いてみたら、もうほんとわかんないんですよね。もう何人かに聞いてもね、わかんないって言うんですよ。だからちょっとね、僕はその、もやもやした感じがありましたね。あとね、いろんなこと、聞きたかったんですけども、ほんと忙しそうだったんでね、申し訳なかったんで、あんまり引き止めなかったですけど、これね、ほんと、乗り換え需要が相当ありますね、きっとね。もう、新型が出るって、決まった段階でもう乗り換えようって決めてる人がね、結構いたと思いますね。現行フリードオーナーで。もう毎年ね、出るんじゃないかって言われて何年か経ってね、ようやく8年目で出ましたからね。もう、決めてた方がいらっしゃったと思いますね。それがもう並んでる感じでしたね。だけどもうなかなかね、あの、申し込み受付がね、結構時間取るんでね、開かない感じでしたね。なんでね、こういうのってもうネット予約とかできればいいのになって思いますね、いつもね。もう買うって決めてる人はね、ネットでね、とりあえず買いますっていうね、意思表明だけでもできるようにすればね、もうちょっと手間が省けるしね。そしてまあ、あと情報公開ですね。もう先行予約できるようになったら、本当ね、消費者にある程度情報を公開してほしいなって思いましたね。僕はね、どうするか考えてるとこなんですけど、まあ新型 Nboxがね、結構満足してるんで、まあそこで不満だったね、そのガソリンタンク容量とかね、ブレーキホールドのメモリー機能、この辺が大幅にいいんだったらね、乗り換えてもいいかなと思ってますけど、ちょっとわかんないですね。もしかしたらメモリー機能ないようなことを言ってた方がいたんで、ないのかもしれないですね、メモリー機能。新型 Nboxでもなかったですからね。それだったらベゼルの方がね、メモリー機能あっていいなと思ったし。どうも、あの、聞くところの情報によるとですね、今日聞いたわけじゃないですけど、ネットの情報ですけど、ガソリンタンク容量は、36リットルのタンク容量が42リットルに拡大してるみたいなことを書いてある記事見ましたんで、それが正解かもしれないですね。FF は36から42リットルに、拡大してる可能性がありますね。4WD モデルはもともと51リットルですごく大きなタンク容量だったんですけど、それはそのままということみたいな記事を見ましたんで、もしかしたらそっちが正しいかもしれないですね。はい、またね、新型フリードの情報とかね、また試乗したらね、動画上げますんで、またよろしかったらチャンネル登録してまた見てやってください。それでは失礼します。さよなら。